読売新聞グループ旧本社ビル2010年10月から2014年1月まで読売新聞グループ本社の仮社屋として使用されていた旧日産自動車本社ビル読売新聞中部支社読売新聞大阪本社がある読売大阪ビル読売新聞西部本社がある読売新福岡ビル株式会社読売新聞グループ本社は新聞社を中心とする持ち株会社である 2002年7月1日に当時の読売新聞社を持ち株会社たる当社と新聞発行業務を行う純粋な事業会社たる読売新聞東京本社に分け持ち株会社体制に移行合わせて子会社である株式会社読売を吸収事業分野ごとに分割これによって読売新聞社は読売新聞を発行する読売新聞東京本社 読売新聞大阪本社及び読売新聞西部本社を指す総称となった。現在は読売新聞グループ本社を持ち株会社とし、新聞発行業務を行う3本社、中央公論新社並びに読売ジャイアンツの運営母体、読売巨人軍を事業主会社とする企業集団となっている。また、持ち株会社化したことにより、三本社で唯一整理前から存続した、 大阪本社についても純粋な事業会社化し、同社が所有していた、放送局などの株式を企業分割して吸収した。11月27日現在、読売新聞グループ本社役員持ち株会34.32%、公益財団法人、勝利期厚労会20.98%社会福祉法人読売光と、 愛の事業団9.79%、関根達夫7.83%、学校法人読売理工学院6.04%、勝力現一郎4.97%、勝力美代4.94%、塚越陽子洋子4.58%、勝力吉子1.96%、小島明1.63%現在は、勝力厚岡井など3つの法人と、個人63人の、 計66人が株主となっている。特に個人大株主には勝利期末太郎の子孫が多く名を連ねている。2019年9月10日現在。マスメディア集中排除原則において支配にあたる10%を超える議決権を有しているものとして公表されている地上機関放送事業者読売新聞社社長社記は右上に三角形で赤と白のストライプ模様が描かれ、 左下に白字、赤文字、読売の文字が角張ったものが使われている。これは読売テレビ放送の社記にも一部流用されていた。なおテレビ番組の提供クレジット、あるいは非テレジータスにおけるニュースカルチャーの時間での読売新聞制作の番組においては、以前は大事と同じ毛筆のものであったが、現在は青の丸文字の読売新聞社の字幕が使われている。 また、車掌は丸に読み売り。かつてはジャイアンツのユニフォームの袖にワッペンがついていた。ありがとうございます。